してるんですか。去年からだよね。これはね、はい、じゃあ2回目で。2回目です。はい。今日は雪がいっぱい降ってますけど。去年も雪でしたので。そうですか。去年のがもうちょっと少なかった。少なかったけどね。はい。それは素晴らしい。はい。でもやっぱり雪の中にもかき分けて。そうですね。はい。あと雪のないところにもいっぱいありましたんで、はい、いっぱいはないかな。ここはね、地域の人が毎月ゴミ拾いしてるんで、うん、はい、あんまりゴミがなかったです。格好がいいですね、赤い。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかそのクリスマスってことで、うん、サンタクロースの格好をして、はい、これ活動するっていう、そうです。うん、それポリシー、そういうことです。まさに、はい。これなんか伝統っていうか、なんか全国的にも広まりがある、うん、広まってるみたいですね。うん、そういうふうに聞いてます。それはなんか18日とかって決まってるんですかね、うん、いや、適当です。クリスマス頃、うん、はい、なるほどなるほど、頃の日曜日が多いんじゃないかな、きっと。はい、おじさんのところに、ね、ご苦労さんです。どうですか、ゴミいっぱいもらえ、傘ね、ありました。傘がね、傘ありました、壊れた傘が。あと空き缶ぐらいですかね。雪だからなおさらこう探しづらいというか、そう、ちょっとね、見えなくて。おはようございます。インターネットテレビですけど、たくさん集まりました。あー、全然、綺麗です、綺麗です。そういうことですね。はい、綺麗よりも、ね、そうですね、はい。今年で何回目の参加なんですか。あ、初めてです、初めてです。初めてです。はい、はい、どこで知ったんですか。私はあの役に立てた王子さんの方の、はい、誘われて、あの、はい、あ、そうですか。どうですか、参加してみて。あ、思ったよりすごい。どうですか、感想一言。あ、ちょっと今日雪降って積もってできるかなと思ったんですけど、こうやってみんなたくさんの皆さんに集まっていただいて、案外ゴミが少なかったかなっていう印象なんですけど、はい、なんかまたやってみたいなと思います。ぜひ続けてください。はい、ありがとうございます。ゴミ落ちてると拾うようになったんですよね。最初恥ずかしい思いもあったんですけどね。徐々にそういうの慣れてきて。慣れてきたところにこの格好で行ったらとても恥ずかしいよ。ちょっとまだ修行が足りないなぁなんて思ってますけどね。まだまだだなぁ、まだまだ。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネットフルグと申します。はい、こんにちは。こんにちは、こんにちは。今長野県は川中島駅の前に来ておりますけども、はいはい、まあその格好ちょうどクリスマスの時期なんですけども、はい、今日は何があったんでしょうか。はい、今日は、クリスマスゴミ拾いということで、はいはい、全国ちょっと今年何箇所やってるかわからないんですが、はいはいはい、全国で、クリスマスのこの時期に街をきれいにして、はい、街の、まあ、子どもたちや街にプレゼントをしようということでやってる活動です。なるほど、はい、雪が降っちゃったんですけども、はい、そうですね、もう昨日の予報だともうかなり降るってことだったので、はい、ちょっとどうしようかっていう声も少しあったんですけど、まあ、雪の中にサンタクロースが格好してゴミ拾いしてるのもいいんじゃないかっていうことで、まあ、やるって決まっていたので、はい、まあ、やろうということで今日はやることにしました。まあ、全国的のなんか広がりというふうにお聞きしたんですけども、はいはいはい、ここは何回目になるんでしょうか。ここは去年に続き2回目になります、はい、2回目、はい、方々でこのクリスマスにつなんで、はい、ゴミ拾いと、はい、今日はどうでした、たくさん拾いましたでしょうか。今日はそうですね、まあ、雪だったのでちょっと去年よりは雪に隠れたゴミがあったんですけど、はいはい、まあ、それとあとここの川中島町はお年寄りが定期的に、はい、ゴミ拾いをしてくれてるということで、駅の周りもとても綺麗で、はいはい、基本的にはゴミがない町というか、ゴミがない駅ということで、はい、まあ、今日回って参加した人ももっとゴミ拾うぞって来たのが、はいはい、ちょっとあまりにもあこんなゴミないんだって。でも逆にゴミがないことが、まあ、町がこれだけ綺麗ってことはそれだけまあ捨てる人もいないとか拾ってくれてる人がいるっていうのは、町のこのまあ防犯だったりとか、はい、環境美化という点でもとてもすごいいい町だなって改めて、はい、感じます。今後はどんな風にする予定なんでしょうか。はい、
去年もこのクリスマスのゴミ拾いした後に、はい、ちょっと今回は駅のね、あの駅の方にだけお願いしてやったんですけど、うん、またちょっとこの駅前のね、あの方にもちょっと声をかけて、はい、かけて少しずつこうなんか広がっていけば、あとまた今回あの今日が来れなくて、はい、明日千曲市の方で、千曲市の河川敷の方でゴミ拾いをあのするって決めてくれた方がいて、いたので、ちょっとまたそんな形で違う長野県内もいろんな地域で広がっていけばいいのかなというふうに感じます。今日はありがとうございました。はい、今後とも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。